アレックス・デライ・グレシアは、スペイン・ビスカヤ県ビルバオ出身の映画監督、脚本家。1965年に、バスク地方のビスカヤ県ビルバオに生まれ、デウスト大学で哲学の学位を取得した後、漫画家やテレビ界で働いていたこともあった。1993年、ペドロ・アルモドバル監督のプロデュースによる、入るミュータンテ、電撃 XX 作戦で長編デビューし、 1995年の長編第2作ビースト10の日では五夜賞で6部門を受賞。1999年のとつかレてアンダルシアはスペイン国内でタイタニックを上回る興行収入を記録した。2009年6月には五夜賞を主催しているスペイン映画芸術科学アカデミーの会長に就任したが映画の違法ダウンロードなどに関する シンデホートの意見の相違により、2011年の、五夜賞受賞式後の2011年2月に辞任した。2010年にはスペイン映画国民賞を受賞。2010年、スペイン内戦とフランシスコ・フランコ、独裁政権末期を背景にした、キチガイ・ピエロの決闘は、ベネツア国際映画祭の審査委員長を務めた、クエンティン・タランティーノに絶賛され、銀次首相と、キン・オゼ・ラ賞を受賞し、 五夜賞では特殊効果賞やメイクアップ賞やヘアスタイル賞を受賞している。2013年のスガラムルデの魔女は五夜賞で最多8部門で受賞し、スペイン国内では70万人以上の観客動員を記録した。2014年6月、イングレシア作品の常連である女優のカロリーナ・バングと結婚した。ありがとうございます。